食の安全性への関心度が非常に高まっている今、食材の除菌洗浄に効果抜群の洗浄溶液が誕生しました。天然素材の食材専用除菌洗浄溶液 SCS。 それでは SCS の除菌洗浄力の素晴らしい効果をご覧ください。ブロッコリーは未処理の場合、農薬が雨で落ちないように粘着剤を使用しているため、水で洗っても弾くだけです。そこで水2リットルに対してキャップ1杯の SCS を溶かした溶液にブロッコリーを10分ほどつけておきます。ご覧ください。水をかけても弾きがほとんどなく吸収されます。これで SCS によって粘着剤が剥がされ、農薬も除去されているのがわかると思います。水面にはこんなにも汚れが浮いています。これが残留農薬や粘着剤なのです。この汚れも一緒に食べているとは。次に野菜、果物などを SCS 溶液につけてみましょう。水の表面にはこんなにも除去されたワックスや防腐剤が浮き出ています。これも食べているのかと思うと、水洗いだけだと取りきれない残留農薬も SCS 溶液で処理したら大幅に除去・洗浄することができました。 SCS 溶液は残留農薬などを除去するだけでなく、あらゆる食材の食中毒菌を除菌する画期的商品です。この表に示されるように O157 などのさまざまな食中毒菌を 99.9% も除菌します。さらにノロウイルスの予防にも十分効果を発揮します。この SCS 溶液は野菜、果物だけでなく、魚の除菌、ぬめり取りにも効果的です。調理器具の除菌、また台所の排水口に流すとパイプの除菌にもなります。 SCS 溶液は天然素材ですので環境にも安全。今度は SCS 溶液で除菌洗浄するとどれだけ食材の鮮度を保てるかを見てみましょう。大葉を例にとってみましょう。 SCS 溶液につけた大葉とつけない大葉ではどれだけ持ちが違うかはっきりします。ご覧ください。1時間後には未処理の大葉はしなってしまいました。このように天然素材の除菌洗浄溶液 SCS で除菌洗浄された野菜はシャキシャキを保ち、食べ物本来の味をよみがえらせます。除菌洗浄溶液 SCS の原料はなんとホッキの貝殻。そこから得られる環境にも人体にも安心安全な天然小生カルシウムで素晴らしい除菌除去効果をぜひお試しください。あなたのご家庭でも簡単にできる食材の除菌洗浄、天然素材の除菌洗浄溶液 SCS で健康な食生活を。